本当に最後の最後の曲なんですけども、なんか結構僕の思いがなんか結構強くなっちゃわないかなとかなんか思ってたんですけど、なんかなんか本当にみんなすごいっていうことに対してそれぞれ考えてきていただいたみたいで、すごいなんかこんなにもこうブッキングって言って結構5人くらいがねまとまって30分ずつを分け合ってライブとかよくするんですけど、まあ、ワンマンライブっていうのは僕らだけでやるっていうライブで、そのブッキングのライブっていう時はこうテーマがあってもすごくこうはっきりしないで終わっちゃったりとかするんですよね。で今回コンセプトっていうものが、まあ、ちゃんとはっていうものがあって、それぞれこう3組出てきたんですけど、なんか本当に良 か, かったなって思ってて、で最後これは僕の歌でなんか申し訳ないなっていう気持ちもちょっとあるんですけど、3年くらい前に作った曲で、そばに入れる喜びは寂しくなった時に思い出そうっていうフレーズがあるんですよね。でこれはやっぱりよりこう近しい人っていうか、まあ、恋人とか、まあ、友人、まあ、もちろん会社の職場の上司だったりとか、まあ、いろいろ、まあ、家族もそうですよね。この身近な人ほどなんかこう伝えづらくなっちゃったりする時ってあると思うんですよ。でもそういう時になんか実は今本当にこうやって一緒にいるっていうことがすごく幸せなんですよっていうなんか実感が僕の中であって、でこれはなんか本当に揺るがなくて、まあ、今はもうずっとこう歌い続けて、まあ、路上ライブとかやってても毎回歌うっていう曲 で最近まほろばの手よりにも書かせていただいたんですけど、まあ、1たす1って1だなって急に思ったんですよね。でこれはなんか1たす1は 2にも3にもなるよっていうふうに言ってる人がいて、それによって僕が1たす1だなって感じてたんですけど、なんか本当に伝えたいこととか本当に大切なものとか大切な人とかやっぱりそれ本当に一つっていうか、なんか最終的には僕らも今そうですけど、実は僕は5人でやるっていうこと、あとこれからのまほろばと僕の、まあ、ちょっと離れた店ありますけど、なんかこれずっと繋がってるんだよっていう思いとかもすごくあって、なんかそういうなんか、本当につながっているよっていう、思いをなんかこの「かすみ草」っていう歌で伝えたいなと思っています、はい、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、はい、最後歌いますんで聞いてください。水はいらない。
ありがとうございました。